フランス初演時のポスター、ウェルテルは、ジュール・マスネが作曲した全音楽のオペラ。ドイツの作家、ゲーテのシュトゥルムーンとドラングの代表的小説、若きウェルテルの悩みを題材にしている。助上劇と呼ばれることもある。タイスやマノンと並んで、マスネの代表作の一つとして数えられる。劇中の、手紙の歌や、オシアンの歌などは単独でも歌われる有名な。 アリアである。初演でウェルテルを演じたエルネスト・ヴァンダイク・マスネの回想録によれば、1886年に、楽譜出版社のジョルジュ・ュアルトマンと共に、ワーグナーのパルジファルを感激するために初めてバイロイトへ旅行し、その木とベッツラーに立ち寄った際に、アルトマンがマスネにゲーテの原作を渡されたことが作曲のきっかけであるという。マスネは原作を読んで、 熱狂と甲骨に満ちた情熱に思わず、涙を流さずにはいられなかったと語って感動し、涙したと伝えられ、素晴らしいオペラになるに違いないと予感したという。しかし実際には、若きウェルテルの悩みをオペラにする構想を早くも1880年頃に、すでにしており、これは友人たちに宛てた手紙の中で言及している。 そして1885年から作曲に着手している。1887年に送付を完成させ、オペラコミック座の支配人、レオン・カルバロに上演を依頼するが、カルバロは聴衆には陰鬱すぎるという理由で断られてしまう。さらにその年の暮れに、コミック座は火事で消失してしまい、ウェルテルはしばらくの間お蔵入りとなってしまう。 ウェルテルの初演の機会が得られない最中、1890年にマノンがウィーンで初演され大成功を収め、この成功を受けて、宮廷歌劇場側がすでに完成していたウェルテルを非常に興味を示したため、ようやく初演が実現し、1892年の2月16日にドイツ語版によってウィーンで初演されて大成功を収め、同年中にバイマルなど、 ドイツ各地で上演されている。パリ初演は1893年の1月16日にコミック座で行われたが失敗に終わってしまい、翌年にはレパートリーから除外されてしまう。しかし1903年にアルベールカレが同劇場で再上演を行った際は徐々に人気を高め、パリのみで上演された回数は1300回以上を記録している。 現在は最も人気のあるオペラとして上演され、続けている。ジャンド・レシュケ初演の後、アメリカ初演は1894年3月29日に、シカゴ公会堂にて、ニューヨークメトロポリタン歌劇場一座によって行われた。出演は、エンマ・イリームズ、シグリッド・アルノールドソン、ジャンド・レシュケ、マルタ・プーララ、四季はマンチネッリであった。 イギリス初演は1894年6月11日に、ロンドンのコベントガーデンロイヤルオペラハウスにいて行われた。出演は、イームズ、アルノルドソン、レシュケ、アルベールラ、四季はマンチネッリであった。マスネは、ジャンド・レシュケこそ、ノーブルさを兼ね備えた理想のウェルテルと満足していたと言われる。1902年に、マスネは当時、 バリトンの王と呼ばれていたマッティア・バティスティーニのために、ウェルテルをバリトン向けに編曲している。このバリトン版は、トーマス・ハンプソンや、ルカ・グラッシなどによって、時折歌われている。日本初演は、グルリット・オペラ協会により1955年に、サンケイ・ホールにて、フェルッチョ・タリア・ビーニの主演で上演された。エドアール・ブロー・ポール・ミリエ・リブレットは、ゲーテの、 若きウェルテルの悩みを原作として、エドワール・ブロー、ポール・ミリエ、ジョルジュ・ワルトマンの3人の共同により、フランス語で制作された。原作との相違は、原作ではウェルテルは、拳銃で自殺をした後、翌日の朝になって、召使いによって発見される。オペラではシャルロットがまだ息のあるウェルテルを見つけて、ドラマティックな二重賞となる。シングローブ・オペラ時点によれば、 このオペラでは、原作の筋を成していた不幸に周囲の人々までが、深く巻き込まれていることがわかる。アルベールの歌は少ないが、力量あるバリトンであれば、いかに冷酷さが心に忍び込むかを、つまり、単純で高潔そして妻への愛を確信していた、男が妻にその恋人の死をもたらす道具を渡す、要命令できると夫へ変わっていくかを表現できる、はずである。同様に、 ソフィーの人生も、姉と、その法律で極めて自己本位な情熱のために、取り返しのつかぬほどにくじかれてしまうと指摘している。加えて、ウェルテルは、表面的には単純でほとんど平凡な愛と死の、物語である。しかし、作曲家の洞察力は、人間の醜い心理作用に光を当ててみせる。その手腕は驚くべきことに。 ゲーテの原作に恥じるものではないと結論付けている。スタンダードオペラ鑑賞ブックの著者、酒井明は、マスネがウェルテルに込めたもの、それは異端児の悲しさ、そして滅びの美学である。シャルロット、アルベール、ソフィー、ホームと子供たちが形成する世俗的調和と均衡の世界がある一方で、ウェルテルは異端分子である。彼は、 法務官一家が形成する均衡を破壊させる存在だが、この人物の現実離れしたロマンティシズムが、この世のものとは思えぬ美しい旋律に飾られるとき、自然と理想の代弁者として輝き、破れ去るものの美学がそこに体現されるのであると解説している。ロマン派の音楽を表した R.M. ロンヤーによれば、本作は、 真の序情オペラの最後のものの一つであるが、かなりの調整的自由を示しており、ドビュッシーのペレアスとメリザンドの様式の最も重要な先駆者と、みなしうると評価している。全幕2時間20分。前奏曲、約5分。第1幕、38分。第2幕、35分。第3幕、38分。第4幕、24分。 その他、住民たち、召使いたち、客たちじっと場所、1780年代の夏から、クリスマス、フランクフルト郊外のベッツラーウェルテルとシャルロット、悲劇的結末を暗示するように還元額が重厚な、前奏曲に続いて幕が開く。ある夏の夕暮れ、シャルロットの父親である、大宝官のは、まだ7月だというのに、 6人の子供たちにクリスマスキャロルの練習をさせている。大法官は大声で歌うなと注意するが、子供たちはわざと大声を出し、ちゃんと歌おうとしないのでうんざりしてしまう。しかし、シャルロットも向こうで聞いているぞと怒られると、急に真剣に歌い出す。姉のシャルロットがこの家で亡くなった母親代わりの存在であることが示されている。そこに、父親の友人、 シュミットとジョアンが現れ、酒を酌み交わしながら、今夜開かれる舞踏会のことや、アルベールやウェルテルの噂話など雑談をして、先に出かけていく。外のベンチには農夫に案内された若き詩人ウェルテルが現れる。バイオリンのソロが繊細なウェルテルの性格を象徴するようにそうされる。ウェルテルは、 家から聞こえてくる子供たちの話し声と家族を世話する、シャルロットの姿を目にし、幼少の頃を回想し、を、恵みにあふれた自然よと歌う。そして、ウェルテルが今に通されると、舞踏会の衣装をまとったシャルロッテが現れ、子供たちに食事の世話をしてやる。大法官はウェルテルに、シャルロットが今は、母親代わりなのだと話す。ウェルテルは、 和やかな家族の光景に、心癒され、夢みたいだ。こんな完全な存在と舞踏会に行けるなんてと、心の中でつぶやく。家事を終えたシャルロットはソフィーに後を頼み、ウェルテルと共に舞踏会に出かけていく。大宝官が、友人の待つ居酒屋へ出かけていくと、仕事の旅から帰った、シャルロットの婚約者アルベールが訪れる。出迎えた妹のソフィーが、 姉は今晩は出かけましたが、ずっと結婚を楽しみにしていたと話す。アルベールは、半年の不在の間も、彼女の愛情が変わらなかったことを喜び、シャルロットは希望のすべてと歌う。ソフィーとアルベールが退場すると、あたりが次第に暗くなって、夜空の月が輝き始める。すると、 感想曲、月の光が流れ、楽しげに語らうウェルテルとシャルロットが腕を組んで、舞踏会から帰ってくる。静かでゆったりと流れる旋律の中でウェルテルは、破滅的な連情が抑えられなくなる。ウェルテルはシャルロットに惹かれ、あなたは最高の人、最も美しい人、と告白する。シャルロットは戸惑いながらもウェルテルは、 自分のことを何も知らないのにとはぐらかそうとする。その時、還元楽が驚いたような響きを奏でると、家の中からアルベールが戻ったという、父親の声が聞こえてくる。シャルロットはアルベールが昔、死の床につく母と約束した婚約者であることを伝え、家に入ってしまう。残されたウェルテルは、他の男が彼女の夫なのかと絶望するのだった。 シャルロットを演じるクレールクロワザ9月の日曜日ののどかな午後の様子を表すような前奏が流れる。大宝館の友人シュミットとジョアンはお酒を飲みながらバッカス参加を陽気に歌っている。教会の中からはオルガンの響きが聞こえてくる。日曜の礼拝にやってくる街の人々の中に新婚3ヶ月となったシャルロットとアルベールがいる。アルベールは 毎日を共に過ごす幸せを歌い、シャルロットに後悔はないかと問う。シャルロットは、後悔などはなく幸福だと優しく答える。そして二人は、連れ立って教会に入っていく。一方、シャルロットを忘れられないウェルテルは一人絶望にくれ、教会の外で、神よ、私に、あの天使と人生を共にさせてくれたならと、悲痛の歌を歌う。 そこへ、教会から出てきたアルベールがウェルテルを見つけ、傍らに近づいて、ウェルテルの苦しみはわかると同情する。そして、自分の幸福がウェルテルの夢を奪ってしまったことをわびるのだった。新種的な態度を崩さないアルベールにウェルテルはもう、街を出なければいけないと伝える。そこに明るいコケティッシュな音楽に乗ってソフィーが礼拝の喧嘩を持って現れる。 ウェルテルに淡い恋心を、ソフィーは彼をダンスに誘う。ソフィーは、空には、明るい太陽が輝き、と、陽気な太陽を歌い、街中に幸せが満ちているという。アルベールはウェルテルに、ソフィーが恋をしているとそれとなくほのめかす。ウェルテルは、自分が幸せになれるだろうかと自問自答し、黙り込んでしまう。ソフィーはメヌエットを一緒に踊りましょうと告げ。 アルベールと共に去っていく。その直後に、教会から出てきたシャルロットは、ウェルテルと再会する。ウェルテルは二人が出会った頃を回想し愛情を吐ろする。心揺さぶられながらもシャルロットは自制心を保ち、自分のことは忘れて欲しくはないが、しばらく街を離れて、冷静さを取り戻して欲しいという。そして、クリスマスには、待っていますと告げ家路に着く。 残されたウェルテルは、宝刀息子のグーをもじりながら、自殺を考え、子供が旅から戻る時を歌う。ウェルテルが立ち去る決意をしたところに、ソフィーがウェルテルをダンスに誘いにやってくる。ウェルテルは永久に街を去るとそっけなく、別れを告げて走り去るので、ショックを受けて泣き崩れてしまう。ソフィーは駆け寄ってきたシャルロットとアルベールに、ウェルテルが、 永久に街を去ったことを伝える。シャルロットとアルベールも衝撃を受け、三人は呆然と立ち尽くすのだった。初演で、シャルロットを演じたマリールナ・アル・ウェルテルの心情を象徴するような暗く早朝な前奏が奏でられ、幕が開く。シャルロットはウェルテルから来た手紙を読みながら、私の心に、ウェルテルがいると誰が想像できたかしら、と手紙の歌を歌う。 切々と語りかける手紙は、シャルロットの心を揺さぶり、彼女はアウェルテルへの思いを抑えられなくなってくる。そこに、妹のソフィーが、クリスマスの晩餐に誘いに訪ねてくる。ソフィーは、姉の様子を心配し、自分自身もウェルテルに恋心を抱いているので姉の苦悩はわかっていると告げる。それを聞いたシャルロットは咳を切ったように泣き出し、流さぬ涙は、 人の心に入り込んでと、涙の歌を歌う。ソフィーは、一緒に家に帰ろうと誘うが、シャルロットはうつろで、動こうとしない。仕方なく、ソフィーはシャルロットを置いて、先に帰っていく。残ったシャルロットは、己の義務を忘れないように力を授けた前と、祈り、セニア・デューを歌う。そこに、突然ウェルテルが青ざめてよろめきながら現れ。 何度もためらったが約束の日に戻ってきてしまったという。シャルロットは必死で平成を装い、ここは何もかも昔のままで、皆、ウェルテルの帰りを待っていたという。ウェルテルは、拳銃の箱が置かれている整理箱の方に進むと、シャルロットは、拳銃から注意を逸らすため、かつてウェルテルが訳し始めていた、オシアンの刺繍を渡す。するとウェルテルは、なぜ私を、 眠りから覚ますのかと、オシアンの歌を歌い、悲痛な思いを訴える。シャルロットは、ウェルテルの激しい感情のほとばしりに抵抗できなくなり、二人は、つかの間抱きしめ合う。しかし、シャルロットは我に帰り、永遠の別れを告げて別室に逃げ去る。希望が打ち砕かれたウェルテルは絶望し、覚悟を決める。部屋に入ってきたアルベールは、シャルロットを呼び、 彼女の動揺した様子を見て何があったのかと尋ねる。メシいカイがウェルテルの手紙を持ってきてアルベールに渡す。手紙にはアウェルテルが長い旅に出るので銃を貸してほしいと書いてある。それを見たアルベールは冷たい口調でシャルロットに銃を届けるよう言いつける。シャルロットは不吉な予感を覚え動揺しながらも拳銃をメシいカイに渡す。 怒りに震えるアルベールは、ウェルテルの手紙を握りつぶして出ていく。シャルロットは間に合うように祈りながら、後を追うのだった。ウェルテルの墓クリスマスイブの夜、村は雪に覆われている。木々や屋根の上に、月の光が注がれている。寒風が吹きすさぶ様子が、寒厳落によって巧みに表現されている。食材の薄暗い光が部屋を照らしている。 駆けつけてきたシャルロットはかつて二人で並んで座った、超椅子の元に倒れているウェルテルを見出す。瀕死のウェルテルは穏やかな表情を浮かべて、許しを請う。シャルロットは泣きすがり、助けを呼ぼうとする。しかし、ウェルテルはそれを遮り、君だけでいい、最後の幸せの時に、誰にも二人を話させたくはないと告げる。シャルロットは今までは言えなかったが、 自分も初めて会った時から愛していたと、初めて愛を告白し、口づけをする。二人は、固く抱き合う。ウェルテルは死んだら二本のライムの木の下に埋めてほしい。キリスト教の定めで許されないなら道端か、寂しい谷間に墓を作ってほしい。ある女性が優しい涙を死んだ男の影に、流してくれれば死んだ哀れな男の魂は、救われるだろうと言い残し、生きたえる。 シャルロットはウェルテルの亡骸を抱きしめる。教会からは子供たちの歌う幸福そうなクリスマスキャロルが聞こえてくるが、シャルロットには虚しく響くのだった。ありがとうございます。